未だに撮影環境は車の中という土平店ひたすらチャンネルです。よろしくお願いいたします。はい、ということで今回はですね、めちゃめちゃ重要技術、コントロールカーブ講座やっていこうと思います。コントロールカーブってよくね、今回とか今週とか、まあいろいろね、こかとかね言われると思うんですけども、そんなこんなでこちらのコントロールカーブね、めちゃめちゃシュート技術としてね必須テクニックになるので、最後まで聞いてもらえればと思います。早速ですがコントロールカーブのね紹介をしていこうと思ったんですが、こちらにねコントロールシュートとありますね。早速ですね、コナミに怒られてしまいました、ごめんなさい。てへ、冗談はさておき、こちらの操作方法なんですが、右側をタップして狙う方向にフリックするって書いてあります。この緑のマークと同じ感じで、端っこの方ですね、ゴールの端にめがけてフリックをしましょう。ちなみにフリックというのは指を弾く操作ですね。上にシュッと弾く操作でやってください。クラシックの方も同じくで、シュートボタンを押しながらフリックする形でやってみてください。こちらのコントロールカーブの注意点にはなるんですが、こちらスキルの方でもちろんコントロールカーブのスキルがないと全く曲がらないので注意してください。例えばムバッペ、この子ね、コントロールカーブ持ってないのよ。イントネーション気になるな。で、こういったムバッペでコントロールカーブを打とうとすると、ただね、ちょっとね、狙いを定めたシュートみたいな感じで、全くボールはね、回転はせずね、曲がるというシュートは、ないので、注意してください。それでは早速コントロールカーブをやってみましょうかということで、まず手始めに皆さんもね、やってみてください。とりあえず、コントロールカーブってどんなシュートなのかっていう形で、シュートをしてゲージ貯めたらフリック。こんな形で、すごいね、外すね。ふざけんなよ、マジで。まあ今みたいにね、何も考えなしにコントロールカーブを打つと外す確率が高くなるので、今回はですね、そんなコントロールカーブを劇的に入りやすくするコツについてね、紹介をしていこうと思います。では、操作方法については皆さんもね、分かってきたと思うんですが、続いてですね、このシュートのゲージをどれぐらいまで出せばいいのかっていうコツについて教えていこうと思います。こちらのコントロールカーブを打つ際のシュートのゲージは、半分から半分よりちょい過ぎたあたりで止めてください。半分で止めたり、半分でちょっと上、そこら辺を意識してコントロールカーブ打ってみましょう。こんな形ですね。こういった形やるとかなりね、こう弾道も良く、スピードも良く、いい感じの力で打つので入りやすいです。まあ、とにかくゲージを意識しながらまずは練習することをお勧めします。外しすぎじゃない？舐めてんの？コントロールカーブのゲージが慣れてきたら次は角度を意識してください。めちゃめちゃ入りやすい角度を教えていこうと思います。まず一つ目の角度がこちらの斜め向きから打つコントロールカーブです。よし、入った入った入った。こちらからのコントロールカーブが入りやすいですね。それでは角度の意識と練習が慣れてきたら次は利き足を意識して打ってみましょう。実際にオンラインをやってみて、メッシだったら左足でコンカが打てる体勢、もちろんこの向きですね。逆にネイマール、このネイマールは通常ネイマールなんでコントロールカーブ持ってるんですが、こちらの向きからコントロールカーブを狙っていくという意識でやってみてください。それではシュートゲージの強さであったり、体の向きの角度、こういったところを意識してなんとなくできてきたなと、なりましたら、最後に必殺テクニックを教えていこうと思います。こちらの、斜めだったり、あとはこちらの普通の直角の向き、こちらの向きでただ打つんではなくて、相手の守備の位置をずらしてシュートを打つテクニックを教えていこうと思います。今作ですね、ダブルタッチからのコントロールカーブ、めちゃめちゃ強いです。このまま斜めからシュートを打つんではなくて、自分の位置をずらして、守備のマッチアップを外してコントロールカーブを打つ。こんなシュートがめちゃめちゃ強いんですよ。ここでダブルタッチしてコントロールカーブ。これがめちゃめちゃ強いので、この練習をめちゃめちゃひたすらにやれば、バッコリと入ります。では最後にコントロールカーブのコツのまとめになります。まず最初に、右をフリック。右でシュート打った時にゲージを貯めてフリック。これを慣れましょう。続いてゲージの強さですね。ゲージの強さは真ん中ぐらい。または真ん中よりちょっと上。これぐらいの強さを意識して打っていきましょう。続いて体の向きになるんですが、体の向きは斜めからコントロールカーブを打つ、それか直角の向き、この向きですね、この向きからコントロールカーブを打つ、この意識をしましょう。最後により入りやすくするために、斜めからダブルタッチしてからコントロールカーブ、それかこちらの位置からダブルタッチしてコントロールカーブ、そういった流れを作って打っていきましょう。でコントロールカーブが特に入りやすいエリアなんですが、このエリアです。ここから打つ、
で逆バージョンのエリアもしっかり入ります。こちらですね、こちらのエリアから撃つ。で最後にこう直角でこの位置ですね、この位置、この位置、この位置めちゃめちゃ入ります。今立ってる位置、この周辺、この周辺くるくるくる回ってるよ、この位置から、コントロールカーブめちゃめちゃ入ります。今話した内容がコントロールカーブの全てにマジでなるので、これだけ意識すればバンバン入るので、ぜひ皆さんねチャレンジしてやってみてください。それでは最後にですね、コントロールカーブの実践でオンラインでいくつか撮ってきたので、そちらの解説を見ていきましょう。 Here I go。 はい、最初のシーンなんですが、このまま円クンクからダブルタッチ感コントロールカーブです。こちらのエリアですね、ここからゲージ真ん中ぐらいで打つ、入りますと。さてこのレアオンのね素早いね、こうジャガーのようなダブルタッチからの根下なんですが、ここもね見てください、ダブルタッチでずらしてからこのままコントロールカーブ、しかも低弾道でも入ると。ここ素晴らしいね、ここからほら見てください、このエリア、俺が言ったエリアですよ、入るの。さっきからね見ていただいて分かる通り、ここでダブルタッチで守備を外してコントロールカーブ、フリーで打つことがとにかく大切なんですよ。このシーンですが、この見て遊び心あふれるこのエロさよ、もうパンチラとかじゃないからね、もうドエロすっぱだか。ああ、でこれダブルダッチでこのエリア、このね直角の向きも強いですね。はい、ご覧いただけましたでしょうか。ということで、ああいった形で低弾道向けのシュートでも入るんですよ。脳筋でめちゃめちゃ強いパワー系のシュートを打つよりも、ああいったもうコロコロってもうゴロに近いコントロールカーブでもめちゃめちゃ入ることが分かりましたね。なのでコントロールカーブを有効的なエリアで使うことによって決定力上がって、でわずかなこのね決定力の差で勝利をもぎ取ることができるので、ぜひコントロールカーブバンバン打っていきましょう。今後もですね、こういった形でドリブル講座であったりとか小技テクニック、その他もろもろのね講座をねやっていこうと思いますので、ぜひね皆さんねしっかりと目をひんむいて見てみてください。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバイ。